しゃれな、いやいおしゃれなやつは。はい、渋谷にあるブークルの鬼沢です。これから吉本浩輝さんが来るのですが、で一緒に動画を撮ろうってなってるんですが、なかなか企画を教えてくれないんですね。なのでなんかこれは隠してるんじゃないかなと、なんかドッキリを多分仕掛けてくるんじゃないかなと予想しております。で僕の思ってるドッキリは、短くするんですけど、短くした時に似合わない、似合わないっていうか怒って出ていくか、途中でぶっ倒れるかの3つだと思うので、今回ちょっとそれを逆予想して YouTube を撮りたいと思います。で今回は3パターン、上げスタイルと、下ろしスタイルと、あとなんかのアレンジのスタイルも見せていくので、その動画についても最後までご視聴お願いします。よろしくお願いします。最後に答え合わせしましょう。はい、こんにちは。いや、ちょっと待って、俺してないし。あ、いや、先にこっち、先にこっち。あ、そういうこと、そういうこと、そういうこと。で、じゃあ始めますって言って、こうきさんも動画撮りますって言って、これをピッと押す。あ、そういうことね。もう始まってるよ。こんにちは。こんにちは。こうきさんが遊びに来てくれました。今日は、こうきさんをバッサリ切ります。お願いいたします。かっこよく。かっこよくします。お任せで。お任せ？よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、こうきさんも YouTube 撮るそうなので。いいですか？回して。はい。大丈夫俺、こんな髪の毛、ボッサボサで。え、じゃあ、ここ塗りますよ。はい。変わってね。はい。こんにちは。自己紹介をどうぞ。あ、渋谷にあるブークルという美容室の鬼沢です。よろしくお願いします。鬼ちゃんです。はい、ではじゃあ早速いいですか。はい、はい、切ってきます。はい、お願いします。今日はどうしますか。ですね、はい、パクセロイの髪型にしてください。パクセロイ。はい、パクセロイで。パクセロイ、かしこまりました。はい、パクセロイですね。パクセロイです。はい、パクセロイはご存知ですか。まあ、知ってますよね。はい、知ってますね。あの韓国の方ですよね。最近流行ってる韓国の方ですね。大体そうやな、パクは。まあ、かっこよくします。お願いします。てかさ、でも早くない髪の毛伸びんの。早いです。てか、なんかすいたの。え、すいたんですか。似合う。いや、うっせぇ。お客様似合いますよ。でもさ、見慣れる気がすんのよね。でもなんかワンちゃんいけそうだよ。ワンちゃんいけそうだよ。確かに見慣れそう。ね。いけそうじゃん。やりますか、本当に。いや、でもこれ以上前髪短くなるよ、だってやろうとしたら。もっとなんかここのもっと薄い刈り上げからシュッてなってってなって前髪もいかない。でもすぐフォークもいかないんで、ギリギリ手が出るギリギリ。やば。いや、俺はいける気がする。こんな感じでしょうか。お客様とてもお似合いです。でもさ、これどうする。つながり悪くなるやん。とてもお似合いです。
ち悪い。でも僕カメラおかしいっすよね。いや、これ何本のやつの古いやつ。はい、7とか。あー、それやったもん。ハハハハ。